マレーシア空軍は1日夜、Y20 や IL76 機などの中国軍機16機が5月31日にマレーシア防空識別圏に侵入したと発表しました。侵入した中国軍機は、南シナ海に隣接するボルネオ島やサラワク州の沖合上空2万3000から2万7000フィートの高さで渋滞の体系で飛行していたといいます。マレーシア空軍は 急遽出動し、中国軍機を止め、何度も警告したが、無視されました。マレーシア軍は、中国機の行動は、非常に疑わしいものであり、国家主権と航空安全に対する深刻な脅威であると表明しました。マレーシアのヒシャムディン・フセイン外務大臣は、外交文書で中国共産党政権に抗議し、中国の駐マレーシア大使を召喚する予定だと述べました。 南シナ海の領有権は、長年にわわたって争われて争れいます。中国とマレーシアのほかにフィリピン、ベトナム、ブルネイ、台湾も同海域の部分的な主権を宣言しています。フィリピンは今年3月以降、中国の民兵漁船数百隻が、同国排他的経済水域に繰り返し侵入していたことに抗議したが、中国共産党政権は、漁民が避難していると回答していました。